のガヤガヤは新東北ササヤ渓流釣り、魚を釣ります。手ぶらで来てもできるんですか？竹竿と渓流竿の方を貸し出ししてますので。竿が長いですね。本当に魚の警戒心がちょっと強いんで、魚を狙うために長い竿になってます。あー、なるほど。なんか魚影がちょっと黒っぽい感じの、はい、おー、なるほど。針が隠れるようにしてもらわないと。こんな感じになりました。はい、めちゃくちゃ揺れるな。池の真ん中あたりを狙ってもらって。お、そんな感じです。そんな感じで、はい。あれ、これ効いてますかね。来てよ、そこ。おおおおおお、いきなり釣れた、いきなり釣れた。お、もちろん、もっともっと。オッケーオッケー。おお、ちょ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 、ニジマスが釣れました。楽しいですね、これ。すぐそこに魚影があるから楽しいね。おお、来た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 。イエーイ、釣れました。5分10分で3匹ぐらい釣れちゃいましたね。そうですね、今日は調子いいですね。あ、調子いいですか。大自然の中での釣り最高ですね。